動物たちの可愛い映像をお届けするアニマルアニマルウィークリー。今日から3週連続で秋吉台サファリランドで生まれた赤ちゃんをご紹介します。赤ちゃん、今回はこちら、4月に生まれた5頭のバーバリーシープの赤ちゃんです。体長はまだ50センチほど。このあどけない表情がたまりませんね。まだ角もちっちゃい。それにしてもバーバリーシープって皆さんあまり聞いたことがないと思うんですが、どんな動物なんでしょう。ヤギと羊の中間種と言われている動物で、まあ、岩山に登ったりとか、そこがヤギに似ている、すごく運動神経がいいところで、あとは、まあ、羊に似たようなちょっとこう角ですね、角がこうくるっと曲がったようなところとかが似ているところですかね、はい。確かにヤギのような、羊のような、しかし岩山に立つ姿はなんだかミステリアスで気高い雰囲気がありますね。バーバリーシープはアフリカ北部の砂漠や乾いた山岳地帯の岩場などに生息しています。首元にある縦髪のような長い毛も特徴の一つ。それかっこいいですよね。この毛に顔をうずめ、砂ぼこりがかかるのを防ぐんだとか。赤ちゃんにこの毛はまだありませんが、小さな角が生えてきているのがわかります。先週ご紹介した鹿の仲間の角は毎年生え変わりますが、牛の仲間であるヤギや羊、バーバリーシープの角は生え変わることはないそうです。まあ、お母さんといることも多いんですけど、最近はだいぶ体もしっかりしてきて、追いかけっこをしたりとか5頭で、はい、一緒にいることも、はい、多いですね。ちなみにこのバーバリーシープ、中四国地方で見ることができるのはここ秋吉台サファリランドだけだそうです。飼育員さんに一押しポイントを聞きました。わーっと走ったりするところがすごく可愛いというか、岩山とかに登ったりするぐらい脚力がすごいので、小さい赤ちゃんですけど活発な野生っぽいところかなと、はい、思います。